皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回もにゃんこ大戦争やっていきたいと思います。さあ今回戦闘開始、トルキッシュやっていくぜ。トルコアイス美味しいよね。あのパフォーマンスを見ててもね、私大好きでございます。さあトロイの木馬、さあ今回このタンクをね、進化させたりしています。さあかっこよくなったよね、猫株とか。さあレベル10になってタンクの役割をしっかり果たしてくれることだろう。さあモネコもインカミンしての先兵いってらっしゃい。さあいろいろとタンクと細かいのを出していって範囲攻撃もしてほしいので、一回あれか、一回ちょっと強い敵が出てくる前にちょっとライフを削っておこう。何か来るか分かんないからね。 OK。 さあボコ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 っとやってるけど、よーさカバちゃん出てきたね。カバは結構めんどくさいよね。さあレッツゴー。さてさてタンクがちょっと消えたら常に補充していこうかなと思ってて、オッケー、これで、あー終わったー物量に押された。オッケー、アイテムスピードアップは戦闘の速度を速くすることができるにゃ。残念ながら影響しないらしいにゃということで、さあドバイ、いいですね、ドバイ。ちょっと待ってね。さあ大金持ちの持ち、本当にお前ら金持ちなんかね、やってらんだんだお前たち。貧乏人の底力見せてやるぜ。さあ行くぞ、スナイパーとお宝ゲットしてってレッツゴー。さあ荒廃してるなだいぶ。さあこのドバイのね、この何の名産なんだろうこれ。宇宙人なんだろうね。さあ赤系、さあこれでにゃんこスナイパーが頑張っております。上の方でね、今回アイテムを使ってそこの右上のにゃんこスナイパーが加勢してくれるっていうタイプの武器を持っております。さあ豚ちゃん、この豚ちゃんがね結構、おっと、だがこの忍者猫の前にはそれも無力だ。おっと、すでにやったが OK。 エイリアンが来てるぜお前たち、いけいけ。だがカウンターはしっかり持ってるんだなお前たち。あばよサラダバ。さあそしてこっちにあるから、あとはちょっと攻撃を。おっと、エイリアンアザラシ、赤もいるから結構厄介ね。さあどうだろう、タンクを持っていって、波乗り猫もねちょっと何だっけ、エイリアンの動きをたまに止まらせたりするので、オッケー、勝ち上げでやっていこう。さあゴー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 。さてさてオッケーオッケー、こっち行ってで、そろそろ多分ぶっ倒すから、いいよいいよいいよ。さあ波乗りにゃんこレッツゴーレッツゴー。さあカウンターを、ほらオッケー、もうこの物量でいったら勝てるでしょさすがにね。おっと、ここでゴリゴリラララが出てたぞ。ゴリゴリラララだけど、さあこの波状攻撃には耐えられない。オッケークリア。さあ最高のリゾート地ゲチュー。さあアイテムのニャンピューターは操作を自動で行ってくれる優れものにゃ。でも猫まね並みの頭脳なのであんまり期待にしないでほしいにゃということで、ブラブラ。さあインディーレッツゴー。なんだこいつすごいのが出てきたぞ、魔王みたいの出てきたぞ。さあなんと今回闇の帝王の軍団みたいなのが出てきた。ただ赤いから俺のこと忍者猫でなんとかなりそうな感じがするぞ。さあレッツゴーインカミン。さあタンクとかもいっぱい用意して、でちょっと細いやつが多いから範囲攻撃をやっていこう。さーって魔王が
更新しているぞ。ここであれか、あれも出てくるのかな、エイリアンも出てくるのかな。ただここ的な威力だったら、いやいや魔王が強いね。やっぱり伊達じゃない。うわうわ、何体やられた一気に。さあただ赤だから、赤なのには変わりないから、とりあえず範囲攻撃できる子をちょっと持っていきたいんだけど、どうだ、タンク効くかな。ちょっとここら辺の美脚ね、この範囲攻撃なんとかしてほしい。うわー、パイセン。さあ対赤用のニャンコ今量産してるけど、いっけニャンニャンホー。オッケー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 、一気にね一回蹴散らして。さあタンクが今いないからちょっと微妙だけど、一回そうだね、この魔王が攻撃し終わったタイミングでさあたくさん撃つ。さあ頑張れ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 、行けお前たち。うわっうおい、4体ぐらい一気に減ったかな。さあ攻撃の隙を与えるな。さあやっておしまい、モネコイン仮面。うわえぐいね、結構えぐい火力持ってるね。さあじわじわと追い詰められていくぞ。狛犬をちょっと倒したいね。さあお金は潤沢に今あるので、とりあえず範囲攻撃になんとか、そして魔王の攻撃を一旦食い止めたい。よしよしよし、いいよ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 、いい感じいい感じ、オッケー、一回ノックバックした。うわえぐいね。とりあえずニャンコ手当たり次第、すごいな、チビたちの数もすごい。さっ、おらーいけ。さあこれは激闘になってるぞ。さあ我が軍とニャンコ軍団と魔王軍の激闘だが、当たるなよ、危ない。さあ超火力的なねポジションが今いないから、ちょっとそこはもしかしたら微妙なのかもだけど、さあお金は潤沢にあるから、とりあえず出動できる猫は今ひたすらやっていこう。お金はね今もうあの狛犬のもちっこいのもいっぱいいるから無限に溜まってる。オッケー、いけ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 、ゴー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 。ちょっとね画面がね忙しくなるかもだけど、とりあえずひたすら打っていく。本当に自動的に溜まっていくからね。いけ、うわ、こんだけあの、ね、にゃんこをねやってるのに、大接戦でやってるのに結構の押され気味っていうのがちょっとね。さあ魔王が崩れたら一気ににゃんこたちがなだれ込む可能性があるぞ。さあただ一撃で範囲攻撃でやられるから、そこだけは要注意。うお一気に 4,5 匹ぐらいやられてるんだよな。ほらにゃんにゃんほー、危ない。うわあ本当にあれだよね、最後面のボスみたいに集団を一気になぎ払われるよね。さあやってって、いぞ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 。ただ範囲攻撃は結構、おお来たー、よし魔王ぶっ倒したぞ。さあインドカレーめ、その難を見事に我が配下にしてやろう。
つは俺たちニャンコ軍団の前にひれ伏せ貴様ら。オラ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 。さあいいぞ、一気に流れ込め。うわぁひどい。主を失ったね、総大将を失った軍が総崩れになっていく、このありさま。クリアでございます。さあ、猫バルキリーっていうのゲットしたかな。どうだ、今なんかそんな感じの猫いたよね。さて、猫バルキリーいた。天界より降臨した戦う女神、神瀬から授かった最高の槍、ニャングリルは敵をまとめて攻撃する。かっこいい、かわいい、育てる。今脳停止してたよ今のね。さあレアガチャもねあるから、ちょっとじゃあ引いていきましょうか。6連続さあどう、じゃんじゃじゃーん、XP にしようか。はい、チュンチュンチュン、 XP にしようか。はい、チュンチュンチュン、チュンチュンチュン、これは使おう。何こいつ、激レア猫菩薩習得するよ。浮いてる敵の効果範囲大みたいな感じだったかな今。さあ猫人魚すぐに使う、 XP にしちゃう。さあ来たぜ。ついでにね、このニャンコガチャもちょっと8回連続やってみようか。あ、 OK、 ニャンコ攻撃力もちろんパワーアップするぜ。さあキモネコいいよ、キャッシュ。いやこれ、こういうのはね本当にマジで重要。さあ研究力、これもね地味に大切だからね。耐久力 OK、 耐久力少な。さあ猫トカゲ、このニャンコは別にいいかな。うん、あ危ない、これは耐久力を上げますもちろんでございます。さあこれ何、猫、猫の鳥、猫の鳥、まあ XP にしていっか。 OK、 さあそしたら本日ここまで、結構ね強敵に当たっちゃったからね、ここまでにしておきましょうか。もう一回やる、もう一回やってみる、ネパール、インド、ネパール、ドバイ、トルコとかね、いっぱいあるけども。さあ、でもただもう少しで世界一周できるから、もうちょいでクリアかもしれない。そんな感じで、次回作、お楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。